は朝8時前のどこだ、ここモロッコです。8時半から朝ごはんなんですけど、その前にね30分ぐらいちょっと街を散策しようかなって。モロッコはやっぱなんかね、車の交通量もそうなんだけど、排気ガスがすごいから、マスクとかが必要な方は必要かもしれない。あ、馬車が、馬車かな、おいすごい謎じゃないですか、なんかこういうなんか布切れとか布切れとか落ちてるんですよね。なんか生活の残骸みたいな、すごいの、なんか魚の頭とかの、このなんだ、猫が食べ残した魚の頭なのかわかんないですけど、面白いですねこれは。楽しい。方向音痴な人からするとなんかどっかからどうやって入ったのかわかんないみたいな、もう私も漏れなくそうなんですけど、あーガシガシしてる、爪研いでるのかなこれは。お、遊んでる、かわいい、ふい、かわいいね、あんた、あんた CM できるよ、 CM できちゃうよあんた、それついてくるにゃんこが、マラケシュにゃんこついてこなかった、あ、違った、思い違いでした、私についてきてくれてるのかと思ったら思い違い。朝8時のルーフトップからの景色です。朝8時半かまだ朝食の準備がされているのかどうかもよくわからないような感じでしたが、誰もいないですね、ご飯も特にないし、どういう感じなんだろう。ただいいねこの感じ。朝食が来ました。コーヒーミルク、マフィンとかチーズとかジャムと、あと薄いパンのやつと、これミントティーっぽいですね。じゃーん。まだお店はそんなに開いてないのかな。でもこんな感じ、なんか雰囲気すごい素敵ですね。おー。ここをまっすぐ行くとマドラサの方に行くらしいので、ちょっと今この辺を歩いて散策します。え、何あれ？何？肉？あ、すごいすごいすごい。肉だ。マラケシュの旧市街メディナは東西2キロ、南北3キロの城壁に囲まれ、昔ながらの街並みが閉じ込められています。1985年に世界遺産の文化遺産に登録されています。ちなみにメディナとは北アフリカにおけるアラブ民族の旧市街を指します。やば、お土産が早速可愛くて、このタイルの何？噴水？なんだこれ？10ディラムだって、なんか1個欲しいなぁ。すごい手書きで作ってるそうです、この看板を。いやすごい。 All did you draw? Yes, yes, I am. すごい beautiful, be nice. みんなすげえ手づかみでなんか質感を確認しながらパン買ってますね。もうミシってます。How much?For this is 190 dirham. ちょっと高いな。This a small size. How much? Small size. This is 120. 120. This is work the Marrakesh design. Marrakesh design. Yes. This is original Marrakesh. This is Sahara. Only if you like it, that's round. Oh. It's like Berber design. Berber design. How much? This 100. 100. Oh, you don't.This is 80 dirham. 80 dirham. Mini size is 1 dirham. Thank you. Yay. 1 dirham でゲットしました。ちょっとなんか大きいサイズだとお腹いっぱいになっちゃうんで、一人で食べ歩きにはちょうどいいこの手のひらサイズの買いました。すごい綺麗。今ですね、お洋服を試着したら450ディルハムと言われてバカ高だったので、ちょっと無理って言って、最大200ディルハムまでなんだって言ったら300でいいよって言われたんですけど、300はちょっと嫌ですね。おお、バクラバとかここにモロッコにも売ってるのか。やっぱこれアラビアン系のお菓子。え、これ美味しそう。めっちゃいいな、なんかちょっと食べようかな、こういうの。ウイチって言ってた、お菓子とバクラバを買いました。いただきます。甘いけどうまい。ピスタチオいっぱい入ってます。あ、おいしい。あ、すごいおいしい。今までこの手のお菓子全然食べれてなかったんですよ。ちょうどいいと思って今。これどうやって食べればいいんだろう。すごいなんか細い麺みたいな、片焼きそばみたいなやつ。いただきます。どうしよう、これ声でいいのかな。うわー、麺の中に食べ方が汚いぞ。おいしそうな気がする。うん、
がうまい。ナッツにお砂糖がコーティングされてて美味しい。さっきのが好きかな、個人的には。うん、でもこれも美味しいです。食べるのすごい大変だから、ゆっくり食べるときにいいと思います。おお、なんかまた面白い道にやってきた。なんか本当にさ、迷路みたいになってるから、どこ歩いてるのか全然わかんないな今。おお、かわいい。で、そこの細い道バイク通ってくの、すごいな。電話しながら木を、あ、そっちどこ行くの。あ、止まった。そろーりそろーり。あー、なんかいいね、こういう感じも。へー、面白い。なんか私普段こう買い物するときとかはさ、いろいろ見て、じゃあ最後にまた戻ってくるねとか言ってするんだけど、なんかもうこうそれできない気がしたなんか一応それを見越して、あのいいなって思ったお店はピンを刺したりとかしてるんですけど、なんかそれでもちょっとなんか戻れない気がする、私この道。わーすごい、俳優の花はじめさんが来た。ベルベル絨毯だそうですすごい今教えてくれました。花はじめさんが来たんだぜって。まあ、ごめんなさい、正直私分かってないんですけど、分かったふりをしながら今お話をしております。はい。すごーい。おー、すごーい。うわー。60th century old, very old mosaic. Yes. あー、すごーい。へー。Very beautiful. Thank you, thank you. Jamil?Jamil. Jamil. Yes, Jamil. I speak a little Arabic. Yeah, yeah, just a little bit. Just a little. Shubia, Shubia. Shubia. Shubia, a little bit. Shubia. Shubia. Oh, okay, okay. Little bit. Shubia. Okay. Okay. I study Arabic. Shubia. Where? Where is? Oh. Oh. すごい綺麗で、私ちっちゃいサイズって言ってんだけど、でかいの持ってきてるな。絶対でかいな、これ。だいたい値段はいくらだって言っても、とりあえず、あの、答えずにどんどん見せてくれて。おー Do you know reversible? ん reversible? Oh, okay, okay, okay. If you buy one, I give you two. へー。扱いやすそうです。でもなんか、こういう感じで。高いんだろうなー。多分私の予算じゃ買えないなー。おー、綺麗だねー。ちょっとピンク色っぽい石で作られた。クトゥビーヤモスクさんでーす。じゃーん、クトゥビーヤモスク、これから入ります。入り方がどうなのかよく分かってないんですけど、このモロッコのちょっとピンクの街並みに合わせたいなって思って、今回はこのピンクのシャツワンピをね、珍しくこのシャツワンピなんて持ってきたんですけど、なんか良かったなって思います。私のこのセレクトが良かったんじゃないでしょうか。ごめんなさい、外観のみなんだって、クトゥビーヤモスク。ということで、ちょっとこういう感じでね、外見だけ撮っておきまーす。じゃあまたちょっと船市場っていう方に向かって、いろいろマーケットとか見てみようと思います。すごい、お馬さんいっぱいいます。パカラッパカラッて、パカラッパカラッてしてる。あ、あれじゃん、見えるかな、この緑のやつナイスVery nice, very nice. You're very handsome. ジャマイル船市場は縦400メートル、横300メートル四方の巨大な広場です。文化の交易の中心として栄えてきた歴史ある空間です。昔は処刑などが行われていたことから、広場の名前のジャマイル船とはアラビア語で死人の集会場を意味します。現在は100以上の屋台がひしめき、昼夜問わず活気にあふれています。Yes, Japan. Oh, yes. Oh, thank you. Oh, mix の今手もらいました。Strawberry, mango, melon, peach, nectarine, orange. Oh, very good. This size, which? This size is big. Big, big, please. With ice, without ice. Little bit, little bit. もう早速なんか味見もさせてもらっちゃったんで、すぐ買っちゃいましたね。ジュースをそのまま買いました。大きいサイズで20ディルハムなんですけど、写真を撮ってくれて、中入ってちょっと店員さんみたいな感じで写真を撮らせてもらったので、あの50ディルハムの紙をそのままチップの込みでって言って渡しました。じゃ相場よく分かってないんですけど、多分ちょっと多めだったのかな。750円ぐらい払ってるんで、まあまああの高価だったかもしれないですが、こんな感じです今。こっちはね、洋服とか雑貨とか、はい、とかで、あとはね、なんだあれ、すごいぞこれ。見える？見えるかこれ、青い人形がある。とか、なんか小物類ですね、小物類が置いてあります。
こんな感じで今ちょっと船市場を散策してます。まだちょっとだいぶバタバタしてますけど、はい。おーすごい、食器もかわいいな。これはなんか石鹸とかなんかこういうのよく置いてありますね。300ディルハムで220と140か。船市場の反対方面にはレストランや衣料品、キャッシングできる銀行などが並ぶストリートがあります。服やバッグ、お土産など手頃な商品が取り揃えられていました。お買い物で疲れた際のちょうどいい休憩スポットになりそうなカフェもありましたよ。それでは船市場からまた少しお散歩してみます。今ちょっと歴史的な方の地区来ました。サード町の墳墓群っていうやつですね、多分これが。あ、またなんか雰囲気に流れて路地に入ったらなんかレストラン街ではなくまた八百屋みたいなとこ来ましたね。あーすごい、ここら辺はフルーツとか売ってますね。こんな感じで今眼下にこういった形で街を見下ろせるレストランに入りました。3階かな、3階建て でこのレストランの上にもこれなんか中2階中3階みたいな感じになってるんですけど、ちょっとご飯今注文してくる前なんでちょっとだけサクッと、ちょうど今お客さんもあんまり多くないタイミングっぽいんでちょっとだけサクッと、ね、雰囲気見せてもらおうかな。こんな感じです。じゃーん。景色はこんな感じです。ピンクの壁が見える感じで、すごい素敵。そっちはもうだいぶローカルな感じかな。え、リアルに生きてるやつある、違うか。え、あ、でも動いてる、子供がいる。え、すごい生きてるわ、リアルに。まずはお通し的な感じでブラックオリーブとグリーンのオリーブとパンが届きました。美味しそう、すごいパン素敵。ちょっとあのホブスとはまたちょっと違う感じのフランスパンにも近いような感じで、いただきまーす。Oh, thank you. Thank you. Thank you. めっちゃ美味しそうなお店ができた。やばい。ではいただこうと思います。お昼はなんとね、すごいよ、トルコみたい。じゃーん、こんなサラダを頼みました。キャロットサラダ、レタス、これビーツかな、でトマトの、これモロッカンサラダだね。手前のトマトとか玉ねぎとか角切りのポテトサラダと、なんかこれトマトのメゼっぽいやつ、あとはインゲンです。いただきます。やばい、これだけでもお腹いっぱいになりそうですね。真ん中はお米とツナのサラダかな。あ、ツナマヨおにぎりだ。ツナマヨおにぎりサラダです。これはツナマヨおにぎりサラダになっちゃうんだ。おいしい。これもジャガイモとパセリ、生パセリの、あ、美味しい。レモンとオリーブと塩コショウ、うん、インゲン、あ、なんかニース風サラダっぽいかも、この組み合わせ好きですね。味付けがシンプルです。本当にビネガーとオイルとレモンとかそういうシンプル大好きです。ビーツもすごいよ、ほらこんな感じで。よかった、いいお店探せた。今日はナイス。やっぱ価格帯も本当に安いところ、ファーストフードみたいなところだったら家人は50ディルハム、サラダ10ディルハムとかで食べれるんですけど、まあ、ここはそこまで観光地のエリアの中で超マックス高いみたいなことではなくて、家人も100ぐらいかな、100ディルハム、高いところだと200ディルハムとか見たんで結構高いよね。これもサラダ70かな、だから1000円ぐらい。でもこれ1000円だったら安いよね。モロッコのいいところは結構タジンとかそういうオイルを使わずに無水調理でお野菜とかもいっぱい入ってたりとかなので、個人的に私はすごい好みです。ヘルシーでお野菜いっぱい食べれるモロッコいいです。モロッカンサラダ、うん、おいしい。今日まだ観光スポットみたいなの回ってないんですよ。すぐそこがモスクと
サード町のフンボ群っていうのがあるらしいんですけど、まあ行ってなくて3時までなんで、これご飯食べたらすぐ行かないとっていうところなんですけど、なんか今日はもうなんか結構迷路みたいな道ぐるぐるするし、もう庭園とかも行っかなみたいな、マドラサとかももう行っかなみたいな、だんだん Vlog らしくなくなってきてしまっているかもしれませんが、まあ、Vlog やるために YouTube をやってるわけではないんでね、私 YouTuber ではないので、自由に旅してる様子をただただ YouTube でアップして垂れ流してるだけですので、お許しください。うん、すごい美味しそう。ベルベルタ人です。お野菜とラムかな確か。イエーイ、野菜です。ポテト、マーコン、おいしい。じゃがいもの水分量がすごいねっとりしてる。無風で閉じ込めてるから、お野菜の水分量がすごいみずみずしい。ズッキーニ、うわー、ほろほろ、びっくり。すごい柔らかいし、すごいほろほろだし、閉じ込めて野菜の甘みもすごい出てて美味しいです。風でスマホが怒らなさいよ。うまい、うまいぞ。大丈夫か。美味しい。え、めっちゃ美味しいよ。すごい美味しい。うん、ラム、ほろほろです。柔らかい。いただきます。うまっ。うん、なんか臭みがないよね、こっちエリアのラム。美味しい。これベルベルタ人っていうらしいです。ベルベル人はラムをよく食べるということなのかな、わかんないですけど。うん、うん、うん、幸せ。みんなさ、本当に食べてる動画しかないかもしれない。街歩きの時とかも撮り忘れてるし、割と本当自分が楽しむことに集中しちゃったらごめんなさい。おいしい。じゃん。じゃあちょっと本当食べるのに集中します。で、私が入った今お店はここのモスクが見えるところのぐるーっとこっち側に来て、でここにテラスとか書いてあるんですね。お店の名前が書いてあります。何て読むかわかんないんですけど、ここを登って3階です。ここが私の入ったさっきのお店になります。モロッコ Vlog マラケシュ前編、今回はここまで。次回はマラケシュ観光の後編をお届けします。この動画が面白いと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラムもチェックお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。